ただいま中間テスト3週間前の土曜日でーす。はい、普段だったらね3週間前なんかね、3週間前なんだ、みんな勉強始めてんだっていう感じで通り過ぎてたんですけど、なんかわかんないけどスイッチが入ったということで、今日はテスト準備の購入品紹介をしていきたいと思います。テスト準備とか言いつつ、こんなにヘアアレンジとかしてる時点でテスト勉強してないだろお前って言われたら、まあそれはそうなんですけど、何も言うなということでやっていきたいと思います。それではレッツゴー。今回テスト準備のための買い物として買ってきたものは大きく分けて2つあります。1つ目、必要なもの、これ買わないとダメでしょみたいな。でもう1つがモチベーションアップです。まあ食べ物なんですけど、まあ見えちゃってるんですけどね。では紹介していきます。まず必要なものから紹介します。1つ目がこちら、じゃーん、写真。これはクルトガの 0.5HB20 本入りを買いました。クルトガを私小学5年生とかの時からずっと使い続けてて、で特にこのクルトガのグリップ付きをずっと使ってるんですよ。これが好きすぎてずっと使ってる中で気づいたのが、やっぱりクルトガにはクルトガ専用写真が一番いいってことです。でクルトガ専用写真は何が違うのかっていうと、普通の写真は外側が柔らかくて中が硬いみたいな構造なんですけど、クルトガ専用写真は外側が硬くて中が柔らかい、あ、もしかしたら逆かもしれないです。逆だったらごめんなさい。なんでなんかそう構造が違くって描きやすさが異なるみたいな。これは本当におすすめなので、クルトガ使ってる人はみんなこれ使ってください。次はこちら、ドーン、キャンパスサラサラ描けるルーズリーフ B5 100枚 BK です。なんか東大生おすすめみたいな感じでさ、ドットが入ってるやつあるじゃん、あれじゃなくてドットが入ってないやつが好きです。ココテンとかやるとき特に点が入ってるとそれが気になっちゃうっていうか、これじゃないとなんか違和感があるみたいな感じ。ココテンのノートなんですけど、こう縦に使ったときにこう横にこういろいろ書き込むんですけど、こう書き込むやつがその点に重なっちゃうとなんかちょっと嫌で、そういう感じです。そう、ちょっと気づいちゃった方いるかもしれないんですけど、本当はこれあとちょっとしかないから今日買ってきたかったんですけど、行ったスーパーにこれなくて、そのドットが入ってる方しかなくて、で結局買わなくて、こだわり強いの嫌だなって思ったんですけど、空いてるやつを紹介しました。次、じゃん、これもちょっと空いてるやつなんですけど、もう使い始めちゃって、今回の英単語単語帳も作りました。あーすごい。ということでダイソーの単語帳です。これめっちゃいいんですよ。 30×65mm のサイズの単語帳が80シート×4ピースで320枚分も入ってるんですよ。だからすごい安いし、そんなに紙が悪いとかそういうのもない、感じたことないの、結構しっかりしてるのでいいと思います。私単語帳大好きで、なんか単語帳って作る手間がかかるからそんなに別にいらなくないみたいな思う方も結構多いかもしれないんですけど、私はまずその単語帳を作るっていう過程で覚える一回で、それでこう単語帳をこうめくるあれが合ってて、自分にすぐ覚えられるんですよね。英語を勉強しようって思うと、あーあーって、もうこうファイルを開くのに一苦労するんですけど、単語帳ってなんか単語帳やろこうペッてできる感じ、その軽さがすごい好きで、単語帳はもう筆箱の中にこう入れときます。テスト期間はもう暇な時、休み時間とかもし暇だったらできるっていう、そういうのやってます。次がドゥーン、目薬です。これはいつぐらいだっけな、中1とかからずっとこのマイティア CL クールハイを使ってるんですけど、なんでこれを使ってるかっていうと、ネオちゃんがこれ使ってたんですよ、その時。今はどうだかわかんないけど、私ネオちゃんがすごい好きだったっていうか、今も好きなんですけど、すごいイベントに会いに行ったりしてるぐらい、真似して買って、そのまま使ってるって感じです。でもなんかこれが一番安い感じするし、目にあんま良くないみたいに言われてる感じのものが入ってない気がして、わかんないんですけど、全然詳しくないので。なんでいいんじゃないかなと思って使ってます。コンタクトしてるときはクールハイがちょうどいい。ちょっとコンタクト外してクールハイするとちょっとうおってなる。
これはレニューのコンタクト装着液。テスト期間って特に夜勉強して朝早く起きるみたいなんで、睡眠時間っていうかコンタクトを外してる時間が短くなりがちなので、それあんま良くないんですけど、テスト期間寝ないっていうのは。できるだけ寝るようにはしてるんですけど、まあどうしても短くなっちゃうじゃないですか。そうするとコンタクト、私マンスリーのよく使うんですけど、マンスリーのコンタクトが復活しないまま次の日つけることみたいになっちゃって、朝つけた瞬間からなんかちょっと乾いてるなみたいな感じになっちゃうんですけど、そういう時装着液つけると結構復活するので、それで装着液欲しかったので買ってきました。はい、これで必要なものシリーズは以上です。次はモチベーションシリーズ。まずはズン、チョコレート効果。私毎回テスト期間はチョコレート効果にめちゃくちゃお世話になってて、高カカオポリフェノールのチョコなんですけど、結構苦いチョコなんですよ。渋いチョコで、でも私はその味がまず好きっていう。で、なんか渋いからちょっと目が覚める。で、低GI って言って血糖値が急上昇しづらいっていう風に認可をもらってる食品なんですけど、それにもかかわらずちょっと糖分が取れる感じがする。甘さはちゃんとあるから、甘さを必要としてる時にめっちゃいい。それのマカダミア、コクブカマカダミアが売ってたので買ってきちゃいました。チョコレート効果のシリーズのアーモンドチョコもあって、それめっちゃ好きなんだけど、マカダミアと思って、なんか好きなんですよマカダミアの味。オレイン酸、パルミトレイン酸っていう体に嬉しい成分が入ってるらしいです、マカダミアには。次はもうここに見えているこちらです。でーん、キレートレモン。私こういう瓶に入ってるタイプの飲み物みたいなのが大好きなんですよ。なんか健康食品みたいな、クエン酸が取れるよみたいな、そんな別に変わんないだろうって思ってるんですけど、まあ、変わるんだろうなとは思ってるんですけど、どっち。それの効果以上に気持ち的になんか頑張れる。他人が頭痛がってるのとかを見てると頭痛くなっちゃったりとか、結構そういうなんか気持ちに左右されやすい体をしてて、すごい。なんでちょっと気持ちを上げるための飲み物です、これは。キレートレモン、なんかクエン酸って普通に疲れを取るのにいいみたいな感じで言われてるし、あとは普通に味が好き、体にいいものを飲んでるっていうことにテンションが上がるタイプなので、なんかこれもその面がある。美と健康を考えた高カカオポリフェノールだから、罪悪感がないみたいなの、気持ちが大事だと思う。はい、好きですこういうの。次がこちら、オイコス。オイコスは深夜にどうしてもお腹が空いた時に食べます。初めて食べた時本当に衝撃を受けたんだけど、ヨーグルトだしタンパク質が 10g も入ってるっていう、健康だよみたいな風に売られてるやつってちょっと美味しくなさそうみたいなイメージあるじゃん。なんですけどこれはめっちゃ美味しい。ヨーグルトなのにチーズケーキみたいな濃厚さがあって、初めて食べた時本当にびっくりしたんですよ。え、チーズケーキじゃんみたいな。全然チーズケーキではないんですけど、チーズケーキなんですよ。やっぱその気持ちが大事なの。次はじゃん、パイナップル。パイナップルに限った話ではなく、フルーツもテンション上がるじゃないですか。ちゃんと美味しくて甘いし、だけど罪悪感はない。メーブルオレンジも買ってきました。大好きなんですフルーツ。フルーツはもう一生食べてられる、いい匂い。はい、以上でーす。はい、ということで今回はテスト準備の購入品紹介でした。私のためのテスト準備のための購入品っていう感じなんですけど、少しでも参考になれば嬉しいなっていうのと、あんちゃんってテスト期間どうやってモチベーション高めてますかとか、なんでそんなに勉強できるんですかみたいな聞いてもらえることが多いんですけど、うまく自分の機嫌を取るっていうのが一番大事だと思ってて、やっぱりストレスが溜まってると眠りも浅くなっちゃうし、勉強も入ってこないし、テストの当日のコンディションも悪くなっちゃうので、やっぱり自分の機嫌を一番どう取るかっていうのが大事だと思うので、こういうのは、ね、大事にしてます。こういうの以外にも気持ち面でもそういう明確な目標を決めてます。例えば数学で上のクラスに行きたい、分かりやすい目標、頑張れば届きそうなのとか、見てパッて分かるような目標を決めるようにしています。はい、以上です。私はこういう風に自分の機嫌を取ってるよとか、テスト期間私はこれ必須だなとか、テスト勉強これあったらもっと効率よくなると思うよみたいなのがあったら、ぜひコメント欄でみんなの意見も教えてくれたら嬉しいです。ではバイバーイ。